小腹が空いたなぁ。これから部活行くってのに、俺体持つかなぁ。じゃあ、このおむすびやるよ。さっき学食で買ってきたんだけど、余っちゃったさ。おかかおにぎりか。マジありがてぇ。ちとげ、何羨ましそうに見てるんだよ。また腹でも減ってんのか？違うわよ。っていうか、なんであんたはいつもいつも私がお腹空いてるって方向に持ってくわけ？大抵合ってるだろ。間違ってることの方が多いってば。絶対あんたの観察眼は歪んでる。じゃあ何考えてたんだよ。さっきの会話、なんか不思議じゃなかった？何が？おにぎりとおむすび、同じものの話をしてるのに呼び方が違ってたじゃない？そうだったか？お前よく聞いてたな。まあね。で、おにぎりとおむすびってどう違うわけ？違いか。どっちも同じ意味で使ってるな。つか気にしたこともなかったわ。そうなの。日本語って他にもそういうのあるわよね。ほら、おはぎとぼたもちとか、あれって同じものでしょ？地方や作る時期によって呼び方が変わるみたいだな。俺も詳しくはわかんねえけど。お前、何気にいろいろ考えてんのな。ふふん、これでも帰国子女だからね。言葉には敏感なのよ。ガサツだけどな。なんか言った？いや。でもほんと、日本語ってわけわかんないわ。おっと、もうこんな時間か。明日も朝早いし、今日はこの辺にして寝るかな。おやすみなさい、ほりゃ、早く、朝じゃぞ。うわ、なんだ。起きれ、楽、朝じゃ。早く起きて、いなり寿司を作ってたもれ。お玉か。お前何してんだ、朝っぱらから。早う起きて、いなりを作るのじゃ。ああ、はいはい、わかりましたよ。いただきまーす。以前から思ってましたが、桐崎さんのお弁当って本当に大きいですわよね。いくらなんでも太りますわよ。いいのよ、成長期なんだから。そういうあんたこそもっとちゃんと食べた方がいいんじゃないの？しかしお前、重箱三段重ねって普通に考えて三人前ってことだろ。フードファイターでも目指すつもりか？じゃ、なんてこと言うのよ。重箱って言ったって見かけほど量はないんだから。決してそんな風には見えませんけど。さすがは桐崎さん、人間離れした量をお食べになるのですね。あー、もううっさいうっさい。外野の言うことなんか気にしないで、いただきまーすっと。うわぁ、美味しかったー。ごちそうさまでしたー。マジかよ、俺まだ半分しか食ってねえぞ。おっと、見ていただけですのに胃もたれしそうですわ。ん？どうかした？まあね、ご飯を食べてる時が一番幸せかも。そんだけ楽しそうに食べられると、なんだか見てるこっちも幸せになってくるよ。何よ。一応褒めてるつもりなんだが。あんまりジロジロ見ないでよね。まったく、デリカシーないんだから。
デカ盛り弁当食ってる女が言うセリフかよ。なんかお腹空いてきちゃったわ。商店街歩いてるとお腹空くのよね。うわあ、コロッケのいい香り。お前の場合、商店街を歩いてる時に限った話じゃねえだろ。何よ、人を血色児童みたいに言わないで。あんた、私を何だと思って。これから、わんこそば早食い大会を開催します。皆様、ふるってご参加ください。ん？はいはい、参加する方急いで、もうすぐ締め切っちゃうよ。ねえ、ラク、わんことそばって、何？わんことそば？違う違う、ワンコとそばじゃなくてワンコそば。ワンは犬じゃなくて食器のお椀だよ。小口のお椀に入ったそばだからワンコそば。あ、そういうこと。まったく紛らわしい名前ね。さすがに犬とそばの組み合わせはねえだろ。うるさいわね。で、そのワンコそばって何なのよ。ワンコそばってのは、一口で食べられる量のそばを熱いそばつゆにくぐらせてからお椀に入れたもんのことだ。給仕してくれる人がさ、食べたそばからお椀にどんどんおかわりを入れてってくれるんだぜ。で、時間内に何杯食べられるか競うんだ。へえ、そんなものがあるんだ。おい、ちとげ。はいはい、私参加します。行動早えな。お、よく言ったお嬢ちゃん。それで、給仕役はいるのかな？給仕役？この大会では、早食いする当人はもちろんのこと、後ろからそばを入れる給仕役の人もペアで参加してもらうんだ。勝つためには給仕の手際も重要な要素になってくるよ。だから息がぴったりな相方がいるといいんだけどね。なるほどね。チロ。はいはい、やらせていただきますよ。そうこなくっちゃ。サポート頼んだわよ、ラク。では、よーい、スタート。パク、次。はい。パク、次。はいはい。おー、飛び入りの女子高生、やりますね。昨年度チャンピオンとペースが変わらない。ですが、魔の10分間、何が起こるかわからないのが、このワンコそば早食い大会だ。早くおそばつぎなさいよ。ついでるよ。ありえねえ、お前食うの早すぎだ。おっと、ここでチャンピオンがむせた。女子高校生、ありえないスピードで追い上げていく。ほいさ、ほいさ、ほいさ。女子高校生優勝です。おめでとう。やったー。すげえ、やったな、ちとげ。いやはや、あまりの食いっぷりに危うく腕まで食われるかと思ったぜ。んなことするわけないでしょ。いやー、さすがはカップル、呼吸がぴったり合ってましたね。ぴったりって、違うわよ。私が楽に合わせてやっただけ。俺が合わせてやったんだろうが。私のおかげだって。何を？喧嘩するほど仲がいいと言いますもんね。さて、優勝者に贈られる商品は、じゃーん、ワンコそば1年分でーす。が、そういうオチか。1年分だなんて。やったー。やったのかよ。
小野寺からメール？一条くんへ。突然メールしてごめんなさい。なんだか最近、学校でちゃんとお話できてないよね。もしよかったら、またみんなでお弁当食べませんか？小野寺小咲。そういや最近、小野寺と話せてないよな。ねえ、ラク。ラクってば。目を開けなさいよ、このもやし。ねえってば。ダメだ。完全に気絶してる。ここはやっぱり、マウストゥーマウスしかないのかな。でもそれって、ファーストキスを捧げることに。いや、ためらってる場合じゃないわ、私。ラクを助けるためなんだからしょうがないのよ。これは脳幹。そう、脳幹よ。では、いざ！は？え？ちとげ、お前なんでそんな近くに？いやあ！うわあ！なんだ、どうした？違うの、これは溺れたあんたを助けるためにしょうがなく人工呼吸を。ね、溺れた？俺が？つうか、ここはどこなんだ？全く見覚えのない海岸だが。待て、よく思い出せ。今日の昼、俺たちは普通にいつも通り定期デートをしていて。あんたもこの前言ってたけど、さすがにデートネタも尽きてきた感があるわよね。だな。せっかくいい天気だってのに、どこも行くとこ思いつかないもんな。理想的なカップルの休日からは、ほど遠いわな。理想的なカップルの休日ね。例えば？そうだな。例えば、常夏のプライベートビーチで、時を忘れて愛を語り合ったり、とかか？よく知らねえけど。ベタベタね。映画でそういうシーンを見ただけだよ。高校生カップルには背伸びしすぎだろうけどな。そうね。でも、そうやってのんびりするのもいいかもね。少なくとも、こんな喫茶店でだらっとしてるよりかは有意義だし。だな。お嬢、ここにいらっしゃいましたか。あれ、クロード、どうしたの、血相変えて。何をおっしゃっているんですか。航空機の搭乗時間までもう余裕がありませんよ。え、航空機、何のこと。まさかご存じないのですか。本日は我々 B5 の所有する南国のプライベートビーチで慰労会を行う予定になっているのですが。プライベートビーチで慰労会？聞いてないわよ、そんなの。連絡ミスがあったようですね。申し訳ありません。ですが、これから急いで支度をすればなんとか間に合いますよ。さあ、参りましょう、お嬢。へえ、これから南国のビーチか。すごいタイミングだな。そうよね。私にも何が何だか。まあ、喫茶店で退屈を持て余すよりはいいんじゃねえの。お土産よろしくな、ちとげ。何を言っている、一条楽。貴様も来るんだ。は？不本意だが、ボスの命令でな。お嬢の恋人も連れて来い、と言われている。俺も行くの？南国のプライベートビーチに？安心しろ。修営組には話を通してある。あと貴様がすべきことは、南国行きの便に乗り込むことだけだ。なんだって？
そうだ。そしてそのままわけがわからねえうちにジェット機で南の島に連れてこられたんだった。で、ビーチに着いて30分後、チトゲと二人で乗ったゴムボートが速攻でナンパして。で、今ここに至るってわけか。一体何なんだ、この現実離れした超展開は。誰も、いないわね。そうだな。人の気配が全然ね。完全な無人島みたいだな。もしかして私たち、この島から出られないの？ここでずっと生活しなきゃなんないってパターン？まあ、最悪の場合はそうなるかもしれねえな。冗談じゃないわよ！ベッドは？お風呂は？美味しいディナーは？あるわけねえだろ、こんな無人島に。最悪だわ。日本の高校にもようやく馴染んできたとこなのに、こんなとこで漂流生活なんかしてらんないわよ。友達だってやっとできたのに。俺だって泣きてえよ。唯一の救いはお前がいたことくらいだな。一人だったら完全にやりきれねえとこだった。そうね、それが不幸中の幸いかも。はぁ、あ。で、これからどうしよっか。時を忘れて愛でも語り合っちゃう？冗談言うなよ。そう、笑えない冗談よね。まさか、つい半日前に言ってたことが、こうも現実になっちゃうなんて。プライベートビーチで過ごしたいとは言ったが、無人島に漂着したいだなんて言っちゃいねえよ。うん。とにかくだ。ここでうだうだ言ってもしゃあねえ。無人島だって分かった以上、俺たちだけで生き残る手段を考えなきゃならねえわけだよな。まあ、そうよね。でも、何するの？大まかに分けて、方針は二つだな。この島で生存する手段を見つけることと、脱出する手段を講じることだ。生存と脱出ね。そりゃそうだわ。生存の手段ってのは、まずは食料探しだな。あっちのジャングルの中から何か食べられそうなものを探してくるんだ。そう都合よく見つかるかな。じゃあ脱出の方は？砂浜でのろしを焚くんだ。もしかしたら近くのビーハイブの連中が気づいてくれるかもしれねえからな。それでダメそうなら最後はイカダでも作ってなんとか脱出するしかなさそうだけどな。それはあまり考えたい展開じゃないわね。まああんたの言う通り、暗い方にばっか考えててもしょうがないわ。手分けしてやりましょう。じゃあジャングルで食料探しはどっちがやる？そうだな、もし野生動物とかいたら襲われる危険もあるし、ここはやっぱ男の俺が行くべき。いや、そうでもねえのか。ん？何よ、人のことジロジロ見て。むしろ俺よりチトゲの方が腕っぷし強い分安全なのかなーとか思って。ちょっと何よ、野生のイノシシくらいならワンパンで仕留められそうとか思ってるんでしょ。いや、なこと思ってねえよ。ちょっとしか。もう相変わらず失礼なもやしね。でもまあ私が食料探しでいいわよ。別にどの道のろしの炊き方なんて知らないしね。それもそうか。じゃあ早速動きましょう。だいたい1時間くらいしたら戻ってくるから、あんたはここでのろしを炊いててよ。わかった。じゃあ気をつけてな。って勢い込んでのろしを組んでみたのはいいけど、肝心の火種がねえじゃねえか。やべえな、そもそもこれじゃ料理もできねえし。のろしより砂浜に SOS の文字でも書いた方がよかったか。おーい、ラク、たくさん食料見つかったわよ。お、ご苦労さん。
すげえ量のキノコだな。いっぱい生えてるとこ見つけたのよ。これだけあればしばらくご飯の心配はいらないわよね。あ、いや、ちょっと待て。なんかこのキノコ、傘に斑点あったり妙に赤っぽかったり、ちょっとヤバそうじゃねえか。そう？美味しそうに見えるけど、でも他に食べられそうなものも見当たらなかったのよな。つまりこれを食うしかないと。よし、曲がったよ。キノコ一本よこしな。大丈夫なの？わかんねえけど、どうせこれが食えなきゃ餓死するかもしれねえんだからな。だったら遅かれ早かれ食うしかねえだろ。俺も男だ。覚悟を決めてやら。おお。じゃあ、行くぞ。せーの。これは。え、何？どうしたの？やっぱり毒入ってた？すげえうまいぞこれ。もう一本くれ。え？ああ、うん。これ何本でもいけるな。そんなに美味しいの？これ。ああ、もちもちした食感とほのかな甘みがまるでマシュマロみてえな感じで、で、え？か、うん、じ、で、ラク、どうしたの？で、あ、ラク、気がついた？しとげ。大丈夫？ああ。ごめん、さっきのキノコ、やっぱり毒キノコだったみたいで。だな。でも、幸いそんな強い毒じゃなかったみたいだ。ちょっと口の中苦いけど、特に後遺症もねえようだし。よかった。お詫びと言っちゃなんなんだけど、はい、これ。バナナ？どうしたんだ、これ。さっき、バナナの群生地を見つけたの。当分、食べるには困らないくらいの量はあるわよ。本当は、キノコの前に見つけてればよかったんだけど。マジか。そいつはやったな、ちとげ。お手柄じゃねえか。あ、まあ、私なんてバナナ見つけてくるしか脳のないゴリラ女よ。どうしたんだよ、急に卑屈になって。あ、いや、ほら、私って最近ラクに迷惑かけてばっかりの役立たずじゃない？役立たず？誰もそんなこと言ってねえだろ。そうかな。だってろくに飼育係の仕事もこなせないし、クッキーも作れないし、さっきのキノコの一件だって迷惑かけちゃったし。考えすぎだろ。誰だってある程度は人に迷惑かけながら生きてるもんだ。まあ、ラクがそうやってフォローしてくれるのは嬉しいんだけど、私が言ってるのはそういう一般論じゃなくて、恋人役として失格なのかなってことなのよ。私なんて不器用でガサツ、特技といえば腕力くらいだし、小咲ちゃんやマリカみたいな女の子らしさのかけらもないっていうか、なんだかあんたのそばにいるのが申し訳なくなっちゃってね。そんなことは思ってないって。それはどうかしらね。ねえ、ラク、
私の目を見て答えてよ。本当に私って、あんたにとって必要なのかな？どうしたんだこいつ。なんか深刻な雰囲気だな。慣れない無人島で不安になってるのかもしれねえ。元気づけてやらねえと。あんただって、一緒に遭難するなら、もっとおしとやかな子が良かったでしょ？例えば、小崎ちゃんみたいなさ。私でよかった？なかなか見る目あるじゃない。ま、あんたの本心がどうであれ、これからは私とあんた、ずっとこの島で一緒に暮らすのかもしれないのよね。それって、あんた的にはどうなの？耐えられる？そうなの？意外とポジティブ思考ね、あんた。でもね、私は私で、やっぱり意識しすぎて耐えられないかも。だってさ、ずっと一緒にいるなんて、そんなのも、本当の恋人じゃない、あんた。それは困るでしょ。え？そうなの？ってことは、あんたまさか、私と本当の恋人になるつもり？まあ、こういう極限状態だから、気の迷いもあるのかもしれないけど。あのさ、誤解だったら謝るけど、一つ聞いていい？さっきから、あんたの話聞いてると、ちょっと思うことがあるのよ。なんか、あんたがさっきから、妙に私に好意的な気がするんだけど、あんたってさ、もしかして、私のこと、お嬢！そろそろ帰りますよ！この声は、つぐみ！お嬢、そろそろ帰りましょう。もう夜も更けましたからね。どうしたんですか？そんなにジロジロと。なんでここにつぐみがいるんだよ。なんでとは今更だな。この島に来た時から一緒だっただろ。この島って、だってここって無人島のはずじゃ。無人島？何をおっしゃるのです。ここはビーハイブのプライベートビーチですよ。どういうこと？だって私たち、ゴムボートで遭難してこの浜に漂着したのよ。それがなんで元いた島に戻ってるの？遭難？漂着？ああ、なるほど。話が見えてきました。お嬢、もしかして自分たちが遭難していると勘違いなさっていたのでは？勘違い？どういうことだよ。いいか、一条楽。さっきも言った通り、ここは最初に私たちが降りた島の裏手側の浜辺なんだ。裏手側？そうだ。ここからジャングルを30分も突っ切れば、すぐに表側に出る。きっと、お嬢と貴様は、ボートに乗って島の周りを半周しているうちに、別の島に漂着したと考えてしまったのだろう。じゃあ、私たちってもしかして。最初から遭難なんかしてなかったってことか？そういうことになるんだろうな。大体、この私がずっとお嬢を見守っていたんだ。遭難など危険な目に遭うわけがあるまい。なんだよもう。本気で遭難したかと思っちまったじゃねえかよ。私も。気が抜けてどっと疲れが出たわ。だいたいつぐみもつぐみよ。なんでずっと声かけてくれなかったの？そう言われましても、恋人同士仲睦まじく愛を語り合っている間に割って入るわけにはいかないじゃありませんか。あ、
愛を語り合ってるって。あのサバイバルが、つぐみにはそんな風に見えたわけ。違うのですか？つい今しがたも、星空を見上げながら二人でイチャイチャしていたではありませんか。クロード様など、一条楽を狙撃しようと躍起になっていたくらいです。なんとか乙女するのが大変でしたよ。そりゃよく頑張ってくれたよ。グッジョブ、つぐみ。ともかく、そろそろ戻りましょう。ボスやクロード様が心配いたしますから。やれやれ。蓋を開けてみりゃ、とんだ取り越し苦労だったわけか。あのさ、ラク。さっき言ったことだけど。わかってるって。遭難したって思い込んで、不安になっただけだろ。お互い水に流そうぜ。うん、そうじゃなくて。本音を言うと、私、ずっとここでラクと暮らすことになったとしても、それはそれで楽しそうだなって思ってたのよね。え？でもやっぱり、あんたのそばにいていいのは、私じゃないのよ、きっと。は？どういう意味だよ。ま、わかんないならわかんないでいいけどね、別に。そんな、よくねえよ。はっきり言ってくれ。いいの、いいの。この話はおしまい。早く帰るわよ。ああ、シャワーとベッドが待ち遠しいわ。なんだ？変なやつ。おっちゃん、朝ですよ。早く起きないと遅刻しますぜ。今起きるわ。今朝のご飯はアジの開きでさ。よし、今日も一日頑張るか。